こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日もご質問ですね。質問、とうとう2024年新券発行ですね。もし預金封鎖などの措置が取られるとしたら、何か予兆的なものってあるのですかね、ということで、1つ目、おそらく予兆あるし拡散する。2つ目、新券発行はタンス預金のあぶり出しだが、新券と交換したら現金を再び持つこと。3つ目、予兆とは常日頃から時代の流れを読むことである。4つ目、もうすでに起き始めているということで、4つのテーマでお話をしていきます。ちょっと右手をこれ動かしているのはマウスをちょっと動かしていて、今これ夜撮影してるんで暗いので電気が消えないようにちょっと動かしている感じです。で、1つ目ですね、おそらく予兆あるし拡散するということで、ただしですね、予兆が出てからではもう間に合わないのかなという感じですね。予兆っていうのは何かっていうと、まあこれ新券発行とか預金封鎖のことだとすると、まあ今だと例えばアメリカの銀行でシステムが止まってお金が動かせなくなるとか、日本でも〇〇銀行のシステムトラブルでお金が出せなくなるとかっていうことが、ここのところいろいろ起きてると思います。まあ、あと電車がシステムトラブルで止まってしまうとか、さまざまなところに時代の変わり目みたいなシステムが止まってしまうみたいなことが最近出始めているのかなと。まあガソリン車が終わってしまうみたいなこともそうでしょうし、この何かしらのサインですね、予兆があるので、そこを細かく見ておくといいのかなと。まあ某なんとか事務所で起きたこととかもそうで、今まで表に出せなかったことが表に出るっていうこともそうですし、このようにその支配者体制が変わっていくということが、そもそもの予兆かなという感じです。まあ今のだと支配者構造が変わるっていうことは、お金のルールも変わっていく可能性もあるので、そのような時に、まあ預金封鎖というよりかは、システムがクラッシュしてしまって、そこからお金の流れが全く変わってしまうことが起きるかもしれないという感じです。2つ目、新券発行はタンス預金のあぶり出しだが、新券と交換したら現金を再び持つことということで、まあこれ来年2024年の4月ですかね、現金が変わると。で、現金が変わったら今持ってる現金は全部新券に交換しましょうと、なるべく早いタイミングで、まあ2年ぐらい使えると思うんですが、なるべく早いタイミングで現金に変えて、新券に変えて、それをまた現金で持っとくことが大事かなと思います。で、これは預金封鎖になると、やはり現金持ってないとダメなんですね。お金が下ろせなくなったりするので、そこで下ろすことに引き出し規制とかかかった時に、現金が本当に紙くずになってしまうと、まあ下ろせなければただの数字なので、まあ幾ばくかのお金を現金として持っておいた方がいいという感じです。まあ生活費の3年分ぐらい現金で持ってたらいいかなって、これちょっと盗難されるかどうかのリスクは置いといて、それぐらいの気持ちでアジャストしておいた方がいいかなという感じです。で、3つ目、予兆とは常日頃から時代の流れを読むことであるということで、まあいよいよ欧米文化がもう終わっていくのかなというふうに思ってます。で、ドルの終焉なども見ておいた方がいいかなと。で、今回のはもう時代の変化のレベルではなく、もう人の意識の革命が起きるっていうふうに私は思ってます。まあ今だとイスラエルとパレスチナが揉めてると思うんですが、もう欧米の代表格であるイスラエルが、原因はパレスチナからの攻撃にあったとしても、もう無差別にやってることに対して、その特にブリックス系ですね、欧米支配の元にないところからもうソース感を食らっていて、ちょっと前のニュースで、あの船ですね、日本郵船かなんかの持ち物の船が、まあ、捕まってしまったということも大きい、もう欧米のやり方にみんなもう愛想尽かしてるっていうところまで来ていると。で、ドルの終焉っていうのは、やはりアメリカ国債が5000兆円も発行されていて、利払いだけで年間150兆円かかるみたいなことが起きた時に、もうドルというものはもう価値がないと。現物に行くって言った時に、もうアメリカのインフレがまあ止まらないというか、本当に年間 5%、10% で上がっていくようになっていった時に、何かしら大きな破綻が起きてしまうのかなという感じです。
で課題はもう一方ですね、この時代の変化のレベルではなく、もう地球の文明が変わると、まあ、今だとスペース X ですかね、また探査船をちょっと失敗してしまいましたが、また飛ばしてるとか、月面に着陸できるとか、機械を落とせるとかっていうところまで来ているので、もう地球人っていうレベルから、まあ、太陽系の人類っていうレベルに上がってきたので、まあ人類の意識レベルの変化が起きるかなという感じです。もはや預金封鎖の話と違うんですけど、まあそのレベルのことが起きるので、現金っていう概念がどこかで変わってしまう可能性があるという感じです。4つ目、もうすでに起き始めているということで、まあ例の芸能なんとか事務所のこととか、まあ宗教の問題、まあ今回のイスラエルのも宗教の問題ですし、まあこれ一神教でも多神教でもいいと思うんですが、自分の外に神様がいるという概念自体がもうすでに、これ言っていいのかどうかわかんない、間違った教えなので、このようなことをずっと抱え込んでいたからこそハレーションしていたと、まあ本来の力が出せなかったので、ここが大きく変わった時に、まあこの金融のシステムですね、まあ奴隷化制度だと思うので、ここも負担が来てしまうかもしれないという感じです。なのでそろそろまとめなんですけど、この予兆的なものっていうのは、新券発行とか預金封鎖とかっていうレベルのものではなく、もう地球人とか文明とかお金の概念とか人の意識レベルとか、もっと宇宙人情報みたいなものとか、もう全く新しいフリーエネルギーとかですね、さまざまなところでもう出始めていて、旧体制ですね、昔の支配者構造がことごとくこれから壊れていき、まあ今だと AI のスピード感と人間の意識レベルのスピード感が上がり方ですが、これがだんだん合ってきたので、おそらく本当にあと1年2年の間にとてつもなく大きな変化が起きるのかなという感じです。まあその時はお金持ってようが金持ってようが何持ってようが役に立つかどうかちょっとわからないので、まあやるとしたら健康な体を維持しておくということが最も大事かなというふうに思います。まあ現物資産持っていたとしても、それも役に立つかどうかもわからないので、一応現金持ってゴールド持ってアンティコイン持ってっていうのは私はやってますけど、株も持ってますけど、一応やれることをやっといて、あとはその流れに乗っかっていくしかないかなっていう感じですね。質問に答えられたのかどうかもわからないんですが、まあ預金封鎖怖ければ現金を新券発行したらチェンジしてですね、すぐ持っておく、ゴールド地金持っておく、アンティコインも一部持っておくとかをしといて、あと土地買える人は土地も持っていくとかしといて、それで時代の流れを読んでですね、そこの情報を敏感にキャッチしていくといいかなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにご質問いただくのが一番ありがたいので、コメント欄にご質問いただければと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資でお金を増やす、まあ、守るですね、もう増やすところの時代はもしかしたら終わってしまってるかもしれなくて、守るっていうことに対して動画作りしてます。まああと経済の話、心理の話、支配者論から陰謀論から、様々な話してます。まあ今だと時代の流れが変化していってるので、その変化の度合いとかもこれから多分動画を、さらに出していくようになるのかなというふうに思います。番組の最後に QR コードが流れます。 LINE 登録することができるんですが、水曜日と日曜日にアンティークコイン投資お金を増やす、特に守るっていうことに対して個別相談してます。水日合わない人は日時調整もしてますので、ぜひ登録していただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。